皆さんこんにちは、アクレプチャンネルのメラです。今日の動画はラフグリーンスネークに餌を与えていきたいと思います。アクレプチャンネルでは毎週水曜金曜土曜20時以降に動画を上げてます。このチャンネルが気に入ってくれたらチャンネル登録お願いいたします。それではやっていきましょう。それでは餌を与えていきます。与える餌はコオロギ。コオロギにいつもカルシウムパウダーをまぶして与えてます。今食べなかったですね。今多分噛んだだけですね。見事加えることができました。ラフグリーンスネークは慣れてくれればピンセットから餌も食べてくれたりします。うちは基本的にコオロギを与えてます。リビアとかレッドローチとか試してみたんですけど、やっぱり一番食いつきがいいのはコオロギかなって感じです。次はね、食べてくれました。やっとね、スイッチが入ったようです。お尻よりもね、やっぱり頭からの方が好きなのかもしれないですね。で、メラはいつもコオロギの足を取ってます。足といっても後ろ足の、あのジャンプする時に使うあの足をいつも2本取ってラフグリーンスネークに与えてます。っていうのも後ろの足が消化しきれずに胃袋に詰まってしまうっていう話を聞いてしまったので、まあそれでいつも後ろ足を2本取ってます。あとはね、この中に入れた時にまあ後ろ足がない方が捕まえやすいのかなって感じですね。それにしてもね、ラフグリーンスネーク色がとても綺麗です。で、この調子でもう1匹おかわりさせてあげます。食べるかな。
おかわり成功ですね。無事2匹目も食いついてくれました。あとはね、逃げられないように見守るだけですね。まあこの時にね、ちょっと軽くコオロギを潰しているので、まあ少しはね、逃げづらいような感じには細工してます。いやー、いいっすね、ラフグリーンスネーク。やっぱりラフグリーンはね、赤ちゃんよりもこういうアダルト個体の方が圧倒的に飼育しやすい感じですね。赤ちゃんの時はね、もう特にね、もう何が何だかわからなくて全部落としてしまったんですけど、まあアダルト個体になってくれて、あ、餌をね、なんとか食べてくれれば、まあなんとか飼育はできるかなって感じですね。やっぱこういった蛇は情報が全くないので、何をどうしたらいいのかわからないんですけど、まあそこはね、試行錯誤でやっていくのが一番いいですね。コオロギをね、すごい食べ方で食ってますね。まあこれでラフグリーンスネークのお食事は終わりになります。それにしてもいい食いっぷりでしたね。最初はね、ちょっと餌食べなくてちょっと苦労したんですけど、もうこれで安心です。いかがだったでしょうか。ラフグリーンスネークの給餌の動画でした。他にも給餌の動画に成功したヘビがいたら、そちらもまた動画として上げていきたいなと思ってます。今回はこれで動画の方を終わりにします。アクリプチャンネルでは爬虫類、両生類、アクアリウムなどを動画にしてます。あと Twitter、Instagram、TikTok、再生リストなどを概要欄の方に貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。あとこの辺に最新の動画とチャンネル登録のアイコンがありますので、チャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、バイバーイ。